自称絶対音感を一発で見極める方法。身近な人同士で絶対音感あるないという話は出てくることもあると思いますが、今回は絶対音感を自称する人に相手が絶対音感を持っていないかどうかを見極める方法をご紹介します。まず絶対音感で鍵になるのか、音を1個鳴らしただけでその音の高さが分かるかどうかということです。それを踏まえて、まず手始めにピアノでシの音を鳴らして、この音はドネと相手に言います。この時点で絶対音感の人は、それはドじゃなくてシだよと言い返します。ここで注意なのが、中には管楽器で育った人とかは C フラットの音をドとして覚えたりするので、この音はシだよとまで言えなくてもいいのですが、僕が調べた限りシの音をドとする楽器はなかったので、先ほどのやり取りで何も言い返さない人はほぼ確で絶対音感ではないです。そして次にファシャープの音を鳴らします。そしてこの音は何と問いかけた時にソと答える人はほぼ確で相対音感の人です。絶対音感を持つ大多数の人はここでファシャープと答えます。みんなも疑わしい人がいたらチェックしてみよう。